アマミノコギリクワガタは、高注目、クワガタムシカ、ノコギリクワガタ属の一種で、7種に分類されている。日本のノコギリクワガタ属では、最大種である。種商名のディシメリストは、不揃いのという意味である。琉球ノコギリクワガタと呼ばれることもある。体長、22.7から79.5ミ、mm、リメートル、24から40ミリメートルアマミ大島産の、 物が特に大型で、大顎が長く太く立派であり、黒い体色が印象的な最大の亜種である。ノコギリクワ型との違いは、頭立てがニ股になっていること、上羽根の光沢が強いこと、第一内イと第二内イは近接していることが多いなど、体色は黒色、オレンジ色、赤褐色が現れる。メスの体色はオスと似たような傾向にあるが、現名亜種では、 縦の筋が見られる。オスは体格によって、大顎の形状が大きく異なり、大型個体では大きく屈曲し、中型個体では先に向かって強い湾曲となり、小型個体では短く、直線的なノコギリ状となり、ノコギリクワ型と類似しているが、アシュによっては、大型個体でも屈曲はせずに、緩やかに湾曲する。アモミ群島、トカラ列島。 沖縄諸島紅葉樹の森林に生息していて、生息数はやや少ない。成虫は活動期が6月中旬から9月上旬である。紅葉樹の樹液などを餌としていて、赤目菓子はタブ、シーなどに集まる。基本的に夜行性であるが、昼間でも樹状の木陰などの高いところで休んでいることが多い。成虫での寿命は2から3ヶ月である。メスは、 公葉樹の立ち枯れの地中部、倒木の埋没部やその周辺に散乱し、卵から孵化までは約1ヶ月である。幼虫は、その口木を食べて育ち、2回の脱皮を経て修齢である。散霊幼虫となる。幼虫期間は約1から2年である。さなぎになるために、春にさなぎ室を作り始めて約1ヶ月かけて、さなぎとなり、さなぎからかまでは約1ヶ月である。 浮かした成虫は、ほとんどその夏に活動を開始するが、秋に浮かした成虫は、そのまま越冬し、翌年に、さなぎ室を出て、活動を開始する。多くは型属等と異なり、本種のオスは朽木に脱出口を掘ることができないため、さなぎ室は、幼虫のうちにあらかじめ朽木の外に出て道中に、作られる場合が多い。アマミノコギリクワ型は、7ア種に分類されている。 ありがとうございます。